ブラッハム公爵と共にミュダスの門へ逃走したのは約2個連隊。プレウロンに向かい逃走したのはこちらも約2個連隊です。ミュダスの門には1個連隊近い戦力が残っていたとなると合わせて3個連隊。こっちは1個軍団3個連隊、兵数で言えば圧倒的な差があるが、あの要塞相手じゃ分が悪い。ミュダスの門は難攻不落の城塞、周囲をミダス川に守られ、その流れを利用すれば補給も容易。守るに安く攻めるに堅い、これほど堅固な城塞は他にないだろう。しかし一個連隊は動かぬだろう。エレイン殿が呼びかければ、あるいは本意を示すやもしれぬ。本意までは望めなくとも規制を削ぐことはできよう。となると実際相手にするのは2個連隊ということになるのか。戦力としては約6倍、短期決戦に持ち込むにはギリギリだな。大丈夫、手は打ってあるから門が開けばいいんでしょ。あとはエレインの頑張り次第でもっと楽になると思うけど、そっちはお願いしていい？声を限りに呼びかけてみます。彼らが動いてくれればそれだけ犠牲も減りますから。運が良ければ外と内から挟み撃ちってね。細かいことはあんたらに任せるよ。レオ、行くよ。無益な血は流したくない。引いてくれ。これで決めるよ。行くぞ。逃がさない。一緒に踊ってみる？この機を逃すな。畳みかけるぞ。皆さんの力をお借りします。さて、楽しませてもらおうか。参ります。
この機を逃すな！畳みかけるぞ！これでね。踊ってみる？皆さんの力をお借りします。私が相手だ。逃がさない。やだ。うん、や許さない。せいやりおるの。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。命が惜しくばのくがよい。準備はいい？踊るがよい。ありがとうございます。
これで決めるよ。行くぞ。皆さんの力をお借りします。この機を逃すな。畳みかけるぞ。やあ、あ、私やってみる。これで決めるよ。行くぞ。許さない。そんな。私にだってできるんだから。ちょっと気持ちいいかも。これも皆さんのおかげです。これが私の選んだ道だから。どう？私にもできたでしょ？この程度では足りぬの。バカな、敵軍の侵入を許しただと。誰の命あって門を開いた。ゼルザガン砦から落ち延びてきた兵の中に患者が紛れていたようです。おのれ、姑息な手を。それだけではなく、ブラッハム公爵、これ以上の抵抗はおやめになり投降してください。逆賊の手助けなど、エレイン殿、リューベック家の父君の名が泣きますぞ。私は家のためでもお父様のために戦うのでもありません。自分の信じたものを、民を守るために戦うのです。
いたずらに戦果を拡大しようとする今のグリダマスに正義はありません。知った口を。たかだか侵入を許しただけ。これしきのことでミュダスの門は落ちはせぬ。いや、ブラッハム様、予備役の兵も内部からこうして動いているようです。なんだと。カジバル、レオンハルト様。いや、レオンハルト、やはり来たか。なぜとは言うな。貴様の副官として戦っていた俺が前線にいられるわけなかろう。俺も問うことはしまい。貴様に譲れぬものがあるように、俺にも譲れぬものがある。貴様といい、ラージェンといい、リューベックの小娘といい、揃いも揃って体温ある王に剣を向け、祖国を裏切るだけでは飽き足らず、天津さえグリダマスを滅ぼそうなどとは、この知れ者の逆賊どもが。今はどのような汚名も甘んじて受けよう。だがそれでも捨ておけぬことがある。だから再び命を与えられたのだと思っている。こうして戦うために。わけのわからぬことを。そのそっくり叩き落としてくれるわ。無益な血は流したくない。引いてくれ。これで決めるよ。行くぞ。逃がさない。逃がさない。避けて通れぬなら切る。
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの力をお借りします。お礼は今度ね。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。楽しみましょう。これで決めるよ。行くぞ。許さない。お借りします。せい。大丈夫。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。遅いね。
準備はいい？これでどうじゃ？なんだと？逃がさない！なんだと？バカだ！これで踊るよ。なんだと？貴様ごときにこの俺が認めんぞ。うわあ、これで決めるよ。行くぞ。やせい。大丈夫？許さない。皆さんの力をお借りします。命が惜しくば、のくがよい。この機を逃すな！畳みかけるぞ！許さない！許さない！準備はいい？わしのためにしっかり働いてもらおうとするかの。
機を逃すな。畳みかけるぞ。この一撃で終わらせる。これも皆さんのおかげです。これが私の選んだ道だから。この程度では足りぬの。くそ、こんなところで死んでたまるか。辺境地もリグルスも貴様らも必ず滅ぼしてくれるわ。逃げるのか。逃げ足だけは速いおの子じゃの。カシマル、私はグリダマスに使える一兵卒に過ぎません。その私が自国以外のことをなぜ考えられましょう。私には辺境地の子供、リグルスの子供、見知らぬ国や人のことを思いやることはできません。視野の狭い狭小な人間であると罵られても、私はあなたのようにはなれないのです。レオンハルト様、グリダマスを、おお、民をお願いいたします。聖堂を逸したのであれば、正しき道へお導きください。できる限りのことはすると約束しよう。だから後のことは心配するな。ありがとうございます。城塞内はほぼ制圧した。敵さんも外と内から攻められたんじゃお手上げだろう。城門が開いてからはおとなしいもんだったぜ。レオ、こんな時に言いたくはないのですが、ミュダスの門を失ったグリダマスの辺境地進行は難しくなります。いえ、ほぼ不可能と言ってよいでしょう。これで当初の目的はほぼ達成できたことになります。この先どうするのかお話しいただけますか。
ルアナ、石膏と死者の手配を頼む。そう来ると思って手配済みよ。ありがとう。ここまでろくな休息も取らず強行軍を続けてきたんだ。少し休もう。話はそれからだ。グンテル王は何とおっしゃっていた？陛下はレオに一任するって。必要なら今借りている兵については引き続きお貸しいただけるそうよ。まだ戦争するの？ごめんエリス、君まで巻き込んでしまって。君をこんな危険な目に遭わせてるなんて知ったらテオノール王に怒られてしまうね。そんなことないわ。ボーグナインもいるし、レオはいつも私のそばにいて守ってくれるもの。約束したからね。どんなことがあっても君を守ると。うん、だから私は平気よ。そうか。ルアナ、グリダマスの返事は？プレウロンに言ってもらったけど、梨のつぶてだって。おかしいな。辺境地の足がかりは失うが、この辺りで手を打ってもいいはずなんだが。まだ何か策があるのかもしれない。策かどうかはわからないけど、ちょっと奇妙なことがあるの。グリダマスに送った石膏からゴブリンとオークの襲撃を受けたと報告が入ったの。それだけじゃなくて、プレウロンの周辺でもゴブリンとオークの姿を見かけたらしいの。プレウロンは辺境地に近いし、それだけなら別段おかしいことでもないが。そうなんだけど、ゴブリンやオークが徒党を組んでいるらしいの。それも誰かに指示を受けているのか整然とね。まさか、そんなはずはない。仲間同士でも殺し合いをするような奴らだぞ。奴らは少数の集団にこそなれ、徒党を組むなど信じられん。腹からの匂いがする。ボーグナイン、それってどういうこと？気になっていた。あの黒の騎士から感じていた腹からの匂い。あの者からは我と同じ人ならざる者の気配を感じる。お主と同じじゃと？それは聞き捨てならんの。ラルバは本来我らが目にすることのできる存在ではない。その本性は別の世界に属するもの、つまり神なのだからな。それが奴らの切り札というわけか。ラージェ様、一体グリダマスで何が起こっているのですか？私にも分からんのだ。あれはそう、黒の騎士が現れてから全てが狂い出したということくらいなもの。だがこれほどひどくなったのはつい最近のこと。そう、ちょうど辺境地への侵攻が決まったあたりからだな。あんたが封印を解いたせいかもな。ああ、そうだろうな。綺麗に時期が一致する。いずれにせよ、プレウロンを包囲されればさすがに交渉の卓に着かざるを得んだろう。できればそれだけはしたくなかったのですが、グリダマス側が接触を拒んでいるからには仕方ありません。そうなりますと、どのようにしてプレウロンへ向かうかですね。このまま南下するのが最も近いルートですが、
それだけに相応の備えがされていると考えるべきでしょう。今一つはミュダス川を迂回して側面から迫るルートが考えられます。多少遠回りとなりますが、こちらの備えはほぼないと考えてよいでしょう。今一つはフベルミル湖を横断するルートが挙げられます。こちらのルートは完全に無防備な上、背後を取られたとあれば心理的に与える影響は少なくありません。ただ全ての兵員を輸送するだけの数の輸送船をこれから集めることは不可能です。必然的に最小人員での行軍となり、こちらが考えている以上の備えがあった場合のことが懸念されます。いずれにせよ、あまり時間をかければこれまでの優勢も無駄になります。備えをされる前にプレウロンを包囲する、それこそが肝心ではないでしょうか。多少遠回りだが、正面から攻めるよりも有利に戦える上、心理的にも優位に立てる。相手は不安定な心理状況にある。そこへもう一撃加えられれば、勝利を大きく引き寄せることができるだろう。戦いを望んではいないが、脅しは必要か。で、脅しを有効にするためには、時間との勝負ってことか。方針は決まった。プレウロンに向けて進軍する。準備を急いでくれ。